株式会社タニタ広報担当の名倉です。タニタでは育児休業中の社員に自社商品の貸し出しを行っています。今日紹介するのはこちらのデジタル温湿度計とクッキングスケールです。まずデジタル温湿度計です。赤ちゃんは自分で寒いや暑いを言うことができないので、大人が温度や湿度を確認してあげる必要がありますよね。こちらのデジタル温湿度計については時計もついていますし、壁にかけたりマグネットでつけたりすることもできます。大変コンパクトなので、部屋のいくつかに置くことで温度を確認していました。タニタではコンディションセンターといって、食中毒の危険や熱中症の危険、ダニやカビ、インフルエンザの危険性なども音や光で確認することができる商品もあります。次にこちら、デジタルクッキングスケールです。赤ちゃんが5ヶ月、6ヶ月頃になると、離乳食作りがいよいよ始まります。どのくらいの量を食べさせるのか、お粥や野菜の量などをこちらのデジタルクッキングスケールで計量して与えていました。その他にも1歳を過ぎてくると調味料で味付けをすることが増えてきます。ちょうどその頃に塩分の与えすぎの事故などもニュースで耳にしました。それなので私はこちらで醤油や塩の量などを測って塩分量を気にするようにしていました。こちらのクッキングスケールについては 0.1 グラム単位で表示をすることができるので微妙な味付けなどにも役立ちます。こちらの商品が気になる方はお近くの店舗やオンラインショップなどでぜひ確認してください。これからもタニタでは健康に関する様々な情報などを発信していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。